大阪市交通局線1系電車大阪市交通局線1系電車大阪市交通局線1型電車とは大阪市交通局が保有していた路面電車車両である登場時期の違いによって1920年から1921年にかけて製造された線1系初代と1922年から1924年に かけて製造された1081系の2形式に分かれるが、このページでは両形式を合わせて紹介する。明治、大正期の大阪市は、江戸期以来の日本経済の中心地であると同時に、明治以降には海岸部を中心に造船や機械などの重工業がいち早く立地したことから、東洋のマンチェスターと呼ばれる日本最大の工業都市となった。このように大阪市では、 急速に近代都市への脱皮が進んだために都市インフラの整備が求められるようになった子からその財源の一つとして電車事業に乗り出した。同時期の東京をはじめとした他都市では民間企業が電車事業を行っていたが大阪市では市電のような公共性の高い交通機関は営利中心の民間企業に任せるべきではなく都市経営の一環として 直営で運営すべきであるといった考えのもと、市直営で路面電車事業を開業した。つまり、最初に都市計画のマスタープランを定めて、それに沿いながら、道路を拡幅して、市電を敷設、開業し、その収益で、また道路を拡幅して、市電を開業する、といったサイクルを繰り返すことで、1903年の市電第一期線の開業から10年余りの間で、 主要幹線道路の拡幅と市電の建設を実施し、市電ネットワークの基礎を形作った。この手法は、後に、市営問答主義として、非難、嘲笑されるが、後年、東京をはじめとした拡大都市の市内電車が、市営化されたことでもわかるうに、当時の脆弱な民間資本では、都市の発展に応じて、市電の路線延長を行うことや、都市計画に沿った形で、 資源ネットワークを形成することは困難であった。しかし、大阪市では、資源の建設を都市計画の一環として、行政主導で行ったことが、結果的に、電車以外の都市インフラも含めた総合的な、都市基盤整備につながったのである。実際、市内中心部の南北線、四ツ橋筋、東西線、長堀通りの開業以降、市電の乗客は増加し、 これら第2期線に続いて、堺筋線、曽根崎天間橋筋線、九条、高津線、上本町線などの第3期線が開業する明治末年以降には、市電はすっかり市民の足として定着して、増える一方の利用客を裁くために、明治末期から大正の初めにかけて、ボギー車の501系601型が登場した。その後も都市化が進む。 周辺地域に向けて、第四期線の建設が進められようとしており、1001型は、このような時期に、大阪市電発の大型産、扉ボゲー車として登場した。1920年から1921年にかけて1001から1080の80両が製造された。鉄骨木造の13メートル旧車体を備える。窓配置は、D121D21D、D、 客用扉、戸袋窓、数字、窓数で中央に両開きの大型扉を設けている。側窓は戸袋部を除いて一段加工式で、その上部には2枚分を一組とした緩いアーチを描いた飾り窓が取り付けられていた。また、客用扉も前後扉は側窓に合わせた高さでアーチがかかり、中央扉は客用窓と同じく飾り窓付きであった。 つまは上部に飾り窓がついた3枚窓構成である。屋根は片側面にトルペード、水雷型ベンチレーターを発揮備える深い二重屋根を採用する。1001系の車体は各部の工作が手の込んだ立派な出来栄えであったが、その反面、開口部の多い大型3、扉車でありながら、トラスロットを装備しておらず剛成が不足するなど、 構造設計面での熟が目立ち、収益開始後しばらく経つと、車体の緩みや大枠のスイカが発生して、トラスロットの追設をはじめ、車体の補強に追われることとなった。車体は大型化しているが、601型に搭載された GE-67 と同じ40馬力級のゼネラルエレクトリック車製 GE-247A を、 各台車に一機ずつ吊り掛け式で走過する。この電動機は、低唱台車に対応する初期の製品の一つである。製造当時の大阪市電機局で、標準的に用いられていた GE 車製 K-39C 直接制御機を搭載する。大阪市電としては、初の低唱式台車である、単造軸羽式台車の JG ブリル車製、ブリル 77E を装着する。 この台車は、軸距離 1.626mm で、主電動機を、打ち掛け式とし、現在のボルスターアンカーの始祖にあたるボルスターガイド、トラニオンやグラジエートスプリングと呼ばれるコイルバネと、重ねバネを巧妙に組み合わせた枕バネ機構、といった、当時ブリル社が特許を保有していた最新の機構を、盛り込んで設計されたもので、その完成度の高さから本形式及び1081。 軽用として25両分が輸入されただけでなく、一部を、簡略化し側枠を、中高製に置き換えた、デッドコピー品が901軽用の、神戸製工所製を皮切りに、日本国内の核メーカーで、戦後の1801軽用まで、約200両分が、坂市電気局大阪市交通局向けとして、製造された。1 1 0初代の問題点を踏まえ、 車体構造をはじめとした設計を改良の上で、1922年から1924年にかけて、梅鉢鉄工所、楠木製作所、加藤車両、日本車両製造、藤永電造船所、田中車両の6社によって1081から1250の170両が製造された。1 0 0 1系、初代の反省に鑑みて、大枠に当初から、 トラスロットが取り付けられているなど、木骨木金ながらも、頑丈に作られていた。側面、前面の窓配置に、大きな変更はなかったが、屋根は、外観上、少し深めのシングルルーフに変更されている。もっとも、両端面を、運転台の手前でカットして、円弧状とし、前面から見ると二重屋根に見える、独特の構造になっていたほか、内部も途中に、 段差のある二重屋根となっており、二重屋根からシングルルーフへ移行する過渡的形態であった。屋根上には外骨型ベンチレーターの異名を持つ、お椀型ベンチレーターを片側に六個ずつ取り付けていた。また、端部の円弧中央には、通風口が三つ設けられていて、全面からの換気に配慮していた。基本的には1一0形のそれを踏襲する。ただし、 最後に進行した1246から1250の5両については、ブリル車の製造キャパシティの不足からブリル 77E の調達が叶わず、同じアメリカのテイラーエレクトリックトラック車が製造したテイラー RH を装着する。このテイラー RH は中高性の軸箱部と傾向による側枠を組み合わせ、低床台車ながら枕木方向にスイングする。 揺れ枕機構を巧妙に組み込んだものである。テーラー台車は日本への輸入例は少なく、高速電車用では決して好評とは言い難かったが、このテーラー RH はその寸法的な制約と構造とが見事にマッチングして絶妙な乗り心地を実現。この揺れ枕機構に惚れ込んだ大阪市電機局は後継車種となる1501系の製造にあたって、 住友成功書にその機構をほとんどそのままコピーした KS-45L を製造させるほどの成功を収めることなった。戦術したように1 0 0 h 初代は車体のスイカや緩みに悩まされていた。そこに1924年から営業を開始した民営の大阪のり合いバス、青バスとの競争が激化し、さらに昭和初期からは市バスも入ってきて、 三つどもへの競争が繰り広げられるようになった。こうしたことから、市電の収益は低下、1931年には開業以来初の赤字決算となり、翌1932年には赤字幅が増大してしまった。こうしたことから、大阪市電機局においても、市電の経営合理化を迫られるようになり、人件費のかかる車掌二人乗務の三扉大型車を、 走らせるより、感染以外の系統では、少ない乗客に対応したに扉の中型車でバスを迎撃する方針に転換した。そこで、事故で車体を消失した1044号の台車、電送品を活用して、1932年に、中型ボギー車の801型への交代化改造を実施した。801型への改造は、人件費や修繕費の節減につながり、 合理化に寄与するだけでなく、車体の前後端を絞ったデザインが当時海軍が所有していた水雷艇に似ていたことから、市民から水雷型電車というあだ名を授けられるくらい親しまれるなど、イメージアップにも一役ったこともあったために交代化。改造は AE 推進され、80両前車が1936年までに801。 ガッタと901型と同じ流線型の858型に改造され、1001系初代は消滅した。残った1081型は、両数も170両とボギー車の中では、最大勢力を誇り、資源全車庫に配属されて、各車庫の幹線系統を中心に運行されたことから、市内で幅広く見られる車両となった。その後、 1941年には1 0 0 1系、初代の空板を埋める形で1 0 0 1系1001から1170に改版された。しかし、太平洋戦争末期の大阪大空襲では、今里車庫以外の全車庫と福町車両工場が被災したことなどによって、半数近い73両が消失した。その後、百四十九年には、戦災者の欠番を埋める形で、 残存車両を背に1から1097に改版した。この他の変化として、戦時中から戦後にかけて、ベンチレーターの個数を従来の片側6個から3から4個に減らした車両も存在したほか、おア型ベンチレーターをガーランド型ベンチレーターに換装した車両も登場した。また、窓ガラスも戦中戦後の資材不足の時期では、割れても補充が追いつかなかったことから、 アーチのない飾り窓に取り替えられた車両も現れた。戦時中と、終戦直後の国史に耐え、押し寄せる乗客をさばいていた瀬に1系であるが、1950年代に入ると、戦後の復興期に続々登場した1711.1751、五一型や1801系、2001型に比べると、陳腐化は覆い隠せなくなっただけでなく、さすがの頑丈な車体も老朽化しており、 車体の緩みが発生していたほか、走行中にドアが外れる事態も発生していた。また、1950年代に入ると、三人乗務の大型車についても昼間時間帯を中心に、後部扉を閉め切って、二人乗務で全部と中部扉で客扱いを実施するようになり、1955年までに終日二人乗務となった。こうした状況の下で、 交通局も1001系の車体更新を計画し、試作者として、まず4両を1955年に2001系ベースの2501型に更新した。残る93両は、同年から1958年にかけて2501系の成果を踏まえながらも、車体は2201、3001系ベースの2601型に更新され、姿を消した。ただし、 テーラー r 1台車は現在でも1台が森宮車両工場内に保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。